魔女、そしてマグルの皆さん、こんにちは、みのりんです。もうすぐ夏休みですね。あ、もう始まってる方もいらっしゃいますかね。ちなみに海外ですと6月に学校が終わりまして8月9月から新学期が始まります。ちょうど今の時期が入学式とかのために準備をするシーズンなんですけど、聞いて聞いて、すごいものがお家に届いちゃった。いきますよ、せーの、じゃじゃん。おー、すごくないですか。え、めっちゃかっこいい。すっごいリアル。ほら、ちゃんとね、ホグワーツの紋章があります。なんとホグワーツ校からすごいものが届いちゃったので、本日はこちらを皆さんと一緒に開封していきたいと思います。で、いやもうね、これがすごすぎて、これずっとやりたかった、ずっと欲しかった。何が入ってるんだろう。それじゃあね、早速始めてみましょう。それではね、まずは開封をする前にこちらのカバンをじっくりと見ていきたいと思います。もうすっごくって、はい、まずはね、カバンをアップでお見せします。この完璧さ、もうカバンを見るだけでもテンション上がります。綺麗、かっこいい。ここにベルトがあるのがよりリアルで、しかもここ私のイニシャルがあります。というわけで、こちらは完璧に私のために作られたカバンなんです。ちょっと私のイニシャルのここのところをわざと隠しています。が、もう一文字アルファベットがあります。素晴らしい、細かい作りが、ほら、上のところとかかっちりとしまっている感がすごい。あー、後ろはね、こんな感じ。特に何もないんですけど、このシンプルさがまたいい。素晴らしい。ちょっとね、なんか手が汚れちゃった。机の上も汚れちゃった。色がつきますね、気をつけないと。あ、ちなみにこちらのカバンなんですけど、毎日使う用のものではないと書いてありましたので、どっちかっていうと置物、デコレーションとして使うのが一番いいみたいですね。まあ、ちょっとしたものだったら全然こうやって入れて持ち運ぶことはできますが、すごく頑丈に作られているわけではないそうです。開けていきましょう。これどうやって開けるんだろう。開け方は特に書いてなかったんです。ここにロックがついてそうには見えるんですけど、これは多分飾りかな。で、ここをこうやって、あ、硬、開かない。え、どうしよう。あ、あれ、やっぱりこれ鍵なのかな。あ、開いた。ちょっと硬かっただけですね。これをこうやって、硬い、は、開いた。で、これだとまだここがつながっているので、ここはここかな。お、ボタンですね。開きました。開きますよ。お、お、おっと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 、よいしょと、せーの、じゃじゃん。おー、リアル。わー、プチプチっていうか、エアバッグ。待って、これ見せられないじゃん。思いっきり住所書いてあったけど、ほら、見て見て。え、嬉しいんですけど、これ一旦閉めます。わー、リアル。これね、後ろに私の住所と名前が書いてあります。綺麗にシールされてるからもったいないけど、まさか、まさか。ここにも住所書いてある。 We are pleased to inform you they have a place at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Please find enclosed a list of all necessary books and equipment. Term begins on 1st of September. We await your owl by no later than July 31st. Yours sincerely, McGonagall! これをずっと待っていたんだ。ホグワーツ学校から入学の案内が届きました。学校が始まって7月の31日までに返事が必要。行く、もう絶対行くよ。これやばすぎる。え、すごくないですか。ちゃんと私の名前と私の住所が書いてありますからね。フクロウを使って返事をしなくちゃいけないみたいです。フクロウがいない。ハムちゃんしかいないけど、ハムちゃんでも送れるかしら。わー、素敵すぎる。で、この中に入学式のためのものがいろいろと揃っているそうです。わーい、9月から私はホグワーツ学校の生徒だぜ。それではこの中に入学に必要なものが一式入っているそうなので、開けてみましょう。オープン。やる気たくない。おー、ちょっと斜めっちゃってる。ちなみに私はグリフィンドール生なので、グリフィンドールのものをいろいろと購入し、違う違う違う、購入って言っちゃダメ。グリフィンドール用のものをいただきました。あ、でも中身は本当に詰めてもらっているものなので、まだ何が入っているか分かっていないです。一番気になってしまった、ヘドウィッグ。かわいい。かわいい。欲しかったの。最近特にハリーポッターの動画を作ることが多いので、こうやって横にちょこんと座っているお供が欲しくって、ヘドウィッグずっと欲しかったんです。入学
不思議の返事のやつを送ってもらおうかな。はい、というわけで、ね、まずはヘロイクのお人形さん。続きましてはこれ。これはね、必要ですよね。ネクタイ。めっちゃ触り心地が良くてしっかりしてる。全然普段でも使えそうなぐらいのクオリティ。私ネクタイの付け方わかんないかもしれない。絶対違う。だってネクタイつけることなんてないもん。初心者でも簡単な結び方。こうして、待って待って、一周させます。なんとなくこんな感じか。長くない？はい、こんな感じでネクタイできました。リアル。満足満足。ただね、暑い。長袖の上の長袖の上のネクタイの今の状態ちょっと暑いので一旦取っちゃいます。というわけでネクタイも入ってました。リアルリアル、わー素敵。まだまだ、あー、なんだろうこれ、チョコレートかな。チョコレートだ。プラットフォーム 9¾ って書いてある大きいコインのチョコレートがあります。これを普通に美味しくいただきましょう。そしてペン、グリフィンドールって書いてあります。すごいいいペン。ずっしりと重くって、なんか安っぽいペンとかでは全然ないです。本当にしっかりしています。ホグワーツ校の紋章もあって。で、こちら、ノートです。まあ、授業受けるので、ノートは必要ですよね。ちゃんと中までね、グリフィンドールって書いてあるノート。わぁ、かっこいい。使うの絶対もったいないやつだから飾ろう。これまたね、ホグワーツ学校の紋章とグリフィンドール色。ちなみに私はグリフィンドールセットももちろん購入したんですけど、すべての寮用のがあるので、他の寮を選んでいったらちゃんとその寮の色になっていると思います。あー、いいねー。まだまだたくさんあります。これは何だろう？すごい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 。もう当然ね、ここはグリフィンドール色なんですけど、何がすごいってね、ちょっと折れちゃってるんですけど、これ、プラットフォーム9¾って書いてある、学校へのチケット。ちょっと折れちゃった。あー、金ピカですごく綺麗。いや素晴らしい。でね、こちらのチケットももちろんすごく素敵なんですけど、これ自体もすごく素敵なので社員証とかね入れられますね。これも嬉しい。やばい。で、じゃじゃん、バッジ、金バッジです。グリフィンドールの、あ、どうしよう、ここにつけるのもありですよね。こうやっていろいろなバッジをつけてっても可愛い。絶対迷う。あれですよね、 USJ に行った時にこの中に USJ のチケットを入れてバッジ、ピンバッジをたくさんこうやってつけてても絶対可愛い。あー、 USJ 行きたい。ちなみにこの衣装はもちろんレプリカっていうか安いやつなんですけど、なかなかね USJ に行って買う機会が今までなかったので欲しいなと思っています。この本物の方のローブは結構お高いので全部揃えられるのかちょっと心配ですが、次行った時は買います。はい、そしてよいしょ、 T シャツです。これまた素晴らしい。もうハリーポッター、完璧にハリーポッター。あ、ちなみに T シャツのサイズまで選べたので私はちゃんとスモールにしてあります。めちゃくちゃいい T シャツですよこれ。着心地良さそうな T シャツ。これはね大切に着なくちゃ。乾燥機かけられないやつ。素敵な T シャツも入ってました。続きまして、キーチン。すごい重い、ずっしりしてる。グリフィンドールって書いてある。おー、 I love グリフィンドール。一つがこちらのニット帽、かわいい。ふわふわポンポンもついていて、完璧にグリフィンドール。ホグワーツ学校は冬超寒いので必須アイテムだと思います。よし、つけよう。あ、見えます。あ、でもね、気持ちいい。つけ心地いいですね。すごいここが、ポンって。ほっ、ニット帽いただきました。そして最後に、マフラー。マフラーもいただきました。映画でよく見るやつ。こうして、冬の日のために完全装備。暑い。暑いけど撮りたくない。もうこれで完璧なグリフィンドール戦になれたんじゃないでしょうか。まあ、この中が空になったので、ちょっとパッキングしなきゃ、パッキング。こんな感じで、
ホグワーツ学校の入学のために必要なもの一部揃いました、まあ、これからはねまだまだ教科書も必要ですし、必要なものがねまだまだたくさんあるので、制服も必要なのでちょっとずつ揃えていきたいと思います。にしても今日のものはねもう嬉しすぎる。てか暑い、やっぱり暑い。ハリーポッター系の動画もっと見たいって思ってくださった方はぜひぜひチャンネル登録と高評価忘れずに。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね Twitter とインスタもやってるのでぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。